それでは今日はこの可愛い花の肩車に飾る昆虫を作っていきたいと思います。簡単に立体の昆虫を作るやり方をご紹介します。バッタを作ってみましょう。バッタの描き方をよく見てください。バッタはまずベロっと伸ばしたベロを描きます。そしてこの上の横線を3等分します。そして3等分したところから真ん中のちょうど真下の真ん中に向かって線を引きます。そして今度は上の方に四角を描きます。これで、本体ができます。そしてこの上の方が頭になるので横棒を引きます。ただ先っぽが頭になります。そしてこの次バッタの胸の部分、ここは波線を描きます。ちょっと2回盛り上がって下がって盛り上がって、ね、これ波線を描きます。そしてこの下に、これが胸の部分、これは羽になります。で後ろ足はこのあたり、この胸と羽の境目あたりからこんな形を描きます。反対側にも同じように描いてみましょう。これがバッタの後ろ足になります。そして、後ろ足は長いバッタ。長く引っ張って、ちょっと曲げてみましょう。あと、中足は、ここにこんな感じで描きます。これが中足になります。そして、前足は、こうなります。足はこんな感じになります。さあどうでしょうか。これがバッタになります。そしてこれから触覚、バッタの触覚をこの辺にシュンシュンと伸ばします。そしてこの触覚のすぐ下に三角にするのが、これがボンドをつけるのりしろになります。持って帰ってみましょう。ではちょっとバッタの顔も描いてみましょう。バッタの目は横の方につけます。顔の真ん中に2本線を引いて、下には口です。四角を2つ描くような感じ。これでバッタの顔も出来上がりです。さあそれでは早速切っていきましょう。これが立体のバッタになっていきます。切るときにはこの細い足の線は少し太めに切りましょう。この引いた線の周りに少しだけ緑の部分を残すようにして切っていきます。でそれ以外のところも黒い線を残すように、黒い線の少し外側で切るようにしてみてください。形は複雑なので、丁寧にね、頑張って切ってみてください。とにかく足は線で一本で引いてるので、少し太めにして切っていくのがポイントになります。足だけじゃないですね。触覚のところも線だけで描いてるので、触覚のところも周りをね少し開けてみます。でそれ以外のりしろのところとかね、こういうところは太い線の外側で、それほど隙間開けずに切ってください。触覚は足よりはね細くて大丈夫ですけど、黒い線よりはちょっと太くなるように切ってみると思います。これがバッタの顔になります。はい、切ることができました。それではこれを組み立ててね、バッタの、立体のバッタにしていきます。まずは背中のこのまっすぐの線を折っちゃいます。しっかり折ってください。
2本ともですね、しっかり折っちゃいます。そして、折り代の下もね、折っちゃいます。顔も折っちゃいます。触覚は、立てられるといいですね。触覚は立てて、顔だけ下に折っちゃいます。こんな感じです。こんな感じです。さあ、それでは折り代のところは今度で、ね、止めてみましょう。後ろのところにクリアボンドをちょちょっとつけて、今日はとってもちっちゃい工作ですが、丁寧につけてみましょう。ボンドをつけるのはここだけです。組み立てでボンドをつけるのはここだけ。クリアボンドは後ろつけたら、ね、何回かつけたり剥がしたりすると、しっかりと強くつけます。反対側もつけます。そしてこれつけたり離したりして、最後ぴったり止めてみたいです。さあ、バッタの形になってきました。あとは足を折っていきます。後ろ足は上に折っちゃいます。両方とも上にしっかり折ってあげれば、折るだけで大丈夫です。で、中足もね、前足も全部上に一回折っちゃいましょう。上に折っちゃいます。こっち側ですね、中足も前足も上に折っちゃいます。さあ、全部しっかり上に折って、下に折ってみると、こんな感じです。で、中足だけね、このままだと上にバンザーしちゃってるので、真ん中のところでもう一回下に折ります。さあ、こんな感じで折り癖をしっかりつけたら、はい、バッタの完成です。こんな感じですね、じゃあ先にバッタをお花につけてみましょう。この間ね、お花の葉っぱも作ってるので、この葉っぱの上にバッタを乗せてみたいと思います。バッタを乗せるときには、葉っぱの上にどの辺かな、何箇所かボンドをつけてみます。そしてボンドをつけたところにバッタを乗せてみます。つけたり外したりして、ちょっと乾かしながら、あとは場所を決めて寝ちゃいます。さあ、これで可愛い花の飾り物に葉っぱにバッタが乗りました。ぜひね、バッタ作ってみてください。そして今日はバッタだけじゃなくて、もう少し作ってみましょう。から次はこちらです。肌車をね、作ってもらったこのちっちゃい紙でも虫を作ってみましょう。じゃあちっちゃい蝶々をね、作ってみたいと思います。モンシロチョウですね。モンシロチョウは体があります。そして羽を描くときにこう、こんな形、こんな形です。反対側もこんな形で、その下にもう一枚ちっちゃい羽をつけます。形がね、ちょっと難しいので、よく見て描いてみてほしいと思います。そして触覚はこうなります。モンシロチョウの場合、この大きな羽の先っぽ、この辺が少し黒くしてあげると、モンシロチョウらしくなりますね。じゃあ、これも切ってみます。こちらもね、一緒ですね。同じように、黒い線が残るように、黒い線の周りで切ります。そして、触覚はとっても細いので、
ちょっとだけ太めに切っておくといいです。ギリギリよりは少し太めに切ります。そして蝶々の羽は良い線外側を切るように切ってみましょう。で小さいモンシロチョウができました。そしてこのモンシロチョウは半分にね、ちょっと折るだけで、こんな感じですね、ちょっと折ってあげるだけで立体的な、ね、飛んできてピッとね、お花に止まったモンシロチョウのようにできます。でこのぐらい小さければ肩車にねつけても、回るので、好きなところにつけてみましょう。今度はカタツムリを作ってみたいと思います。カタツムリは、ぐるぐるっと、この辺ではちょっと、こんな感じですね。こんな感じのカタツムリにしたいと思います。そして、ここに、体がにょろにょろ、こんな風になるとカタツムリです。この段のところに黒い線があったりしますね。さあ、このカタツムリも切ってみたいと思います。ぐるぐるーっと切って、これはカタツムリですね。皆さんね、好きな虫を作ってもらえると面白いと思うんですが、平らなのでこういう平らなものは一回切り込みをちょっと入れて三角格子にする、少し寄せてね止めてあげると丸みのある立体的な形になります。なのでこういうねちっちゃい可愛いものを作った時にもちょっと工夫して少しね立体にしてあげるといいです。ちょっとやってみましょう。で、ボンドをつけたら、こんな感じでね、止めたい。すぐ手を離すと元に戻ってしまうので、何回かつけたり離したり、つけたり離したり、つけたり離したりを繰り返して、この辺ですね、つけたり。糸がたくさん出てきます。離れなくなってきます。ここで、しっかり押さえてあげれば、もうこれで出来上がりです。でこちらもね、葉っぱでもいいですし、茎の棒のところにね、つけてみようかな。はい。で、カタツムリもつきました。あとね、紙もね、ちょっと残り少なくなってきたので、最後にじゃあ、トンボもね、作ってみましょう。ちっちゃいトンボです。トンボの目は丸い。で、お顔があって、胸があります。そして、最後に尻尾が、長い尻尾が伸びています。で、トンボの羽は、真ん中に一本横棒を引いてください。で、これが後ろの羽の棒になります。で、前の羽は、から少し上の方に伸ばしてあげる。で、同じくらいの長さにしておいて、少し太さを。下の方に太さをつけます。それでトンボの出来上がりです。さあ、それでは切ってみましょう。これはこんな感じですね。まあ、このね黒い線のギリギリ外側ぐらいで切っちゃって大丈夫ですね。
な感じです。で、このトンボは、棒の上に、ね、止まらせてみようかなと思うんですが、トンボが止まってるときは、羽が上にね、上に上げて止まってるトンボもいるんだけど、ちょっと下に下げて、こんな感じでね、少し羽を下に下げたようにと止まってるトンボも多いです。顔もちょっとね、下向きました。こんな感じにね、してみたいと思います。じゃあこれをね、最後に、ね、棒の先に止まらせて、仕上げてみたいと思いますね。じゃあね、トンボは高いところ、棒の先が好きなので、こういうところに止まって。さあ、できました。ね、皆さんもね、たくさん虫を作って、楽しい花の風車に、してみてください。